シティ。キー、中堅七子、なんて泣けるストーリーなんだ。シティ。トピン。ああ、いい映画だったな。ずっと飼い主を待ち続けるなんて。シチは忠犬の名に恥じない立派な犬だったぜ。なんかあっという間だったわね。そりゃ開始直後から爆睡してたらそうだろうよ。まだちょっと眠い。頭ぼーっとする。ったく、顔でも洗ってシャキッとしてこいよ。そうするわ。そういえばつぐみはどこ行ったんだ。はあ、こんなにも小さくてモコモコしていて可愛いのに、なんて立派な犬なんだお前は。すまないが、忠犬七公のパンフレットを一部とこのクリアファイルをくれ。それから、あいつは思いっきり気に入ったみたいだな。それじゃちょっと感想でも聞いてみるか。どうした一条楽。ああそうだな、特に父の主人に対する揺るぎなき忠誠心、私も見習いたいものだ。ちなみに私は父が毎日駅まで主人を迎えに来るシーンがお気に入りだ。おお、わかるか。つぶらな瞳で主人を待つ父の姿は映画史に残る名シーンとなろう。忠誠心か。なあ一条楽、私はお嬢のお付きとしてきちんと役目をこなせているだろうか。そうか、貴様にそう言ってもらえるとなぜか安心できるな。まさか貴様とここまで意見が合うとはな。なかなか有意義な時間だったぞ。俺も結構楽しかったぜ。男友達だとなかなかこういう映画を一緒に見に行くこともねえしな。そうなのか。やっぱり派手なアクションとか爆発シーンがないと満足できねえんだと。そんなもの私にとっては日常茶飯事なのだがな。だから映画くらいは感動系とか癒し系がいいんだよ俺は。まあそのなんだ、可愛い動物の映画なら私も好きだし、貴様がどうしてもというのならまた一緒に見に行ってやってもいいぞ。いいのか。へ、そりゃ嬉しいな。ああ私も語れる方が嬉しい。時間があればまた行こう。なんだこの銃は、全く照準が合わないぞ。だから画面上のポイントマーカーをよく見ろって。ポイントマーカー、これか。構えたところと全く違う場所に出てくるのが納得いかん。撃った時の反動もないし、撃ちづらいことこの上ないな。いや、ゲームに本物を求められても。ああ、つぐみ、右、右からゾンビが。しまった。実銃なら一撃で仕留められるのに。一条楽、貴様がもっとしっかりゾンビたちを引きつけていれば負けなかったはずだぞ。お前が一人で突っ走るからだろ。俺だってさすがにフォローしきれないって。まったく、そんな腕でよく護衛役が務まるよな。ほほ、では私の牙をその身で受けてみるか。俺が悪かったから本物はしまってくれ。はいはい、こんなところで喧嘩しない。次は私の番だから、つぐみは交代ね。一条楽、くれぐれもお嬢の足を引っ張るなよ。へいへい。それじゃあ行くわよ。ダーリン、援護しなさい。おお、了解っと。ドレレレレレレレ。
しとけ。そろそろ弾が切れそうだぞ。今のうちに装填しとけ。わかってるっての。あんたこそ左からゾンビが来てる。ぼーっとしてるとゾンビもやしにされちゃうわよ。ゾンビになってももやしのままだからすっごく弱そうだけど。うるせえ。お前の方こそゾンビゴリラに。あん？ゾンビをゴリゴリ倒していてすごいなって今確実にゾンビより怖かったぞ。なあ、それよりお前も突っ走りすぎだ。このままじゃゾンビに囲まれるぞ。ダーリンが援護してくれるんだから平気でしょ。左右のゾンビはあんたに任せたからね。ったく、しゃあねえな。信じてるわよダーリン。よし、全クリ。さすが私ね。結局ほとんどの敵はチトゲが倒しちまったな。貴様がお嬢の性格や撃つタイミングに合わせて行動していたからお嬢も動きやすかったのだろう。お前が俺を褒めるなんて珍しいな。ふん、それだけ貴様がお嬢をちゃんと見ているということだ。悔しいがそれだけは認めてやる。お嬢と私ではこうも違うのだな。え？いや、なんでもない。ラク、私お腹空いた。へいへい。じゃあ近場でどっか寄ってくか。ほら行くぞつぐみ。ああ。なぜだろう。先ほどからお嬢と一条ラクが楽しそうにしていると胸が。今までこんなことはなかったのに。おいしい。このクレープうまい。ラク、あんたもなかなかやるじゃない。こんないいお店知ってるなんてね。まあこの間つぐみと見つけ、シュート一緒に見つけてな。男二人でクレープよね。ま、美味しいから何でもいいけど。危ねえ危ねえ。つぐみと来た時のことは秘密だったな。で、つぐみは食べないの？すみません、今はなぜか胸がチクチクして食欲が。胸がチクチク？え、それって何か病気とかじゃないわよね？いえ、そういう感じではないので心配しないでください。ねえラク、ちょっとこっち来て。なんかさっきからつぐみってば変じゃない？やっぱりお前もそう思うか。もしかして私たちのデートが嘘っぽく見えたのかも。え、恋人じゃないってバレちまったってことか。そこまではわからないけど、きっとこのままじゃまずいわ。どうすんだ。どうするって、やることは一つでしょ。私は一体どうしてしまったんだろう。さっきから胸が苦しい。はーい、ダーリン、私のクレープも美味しいから食べてみて。あーうん。でもハニー、これはいわゆるその関節キスってやつじゃ。ゴブ、あんた何を。じゃなくて、やれダーリンたら。ダーリンと私は恋人なんだからそれくらい余裕でしょね。余裕でしょ。あ、おお、そうだったな。それじゃあいただきます。は、はい、召し上がれ。あーん、あーん。一条楽、貴様、私のクレープは食べられないと断ったのに、お嬢のはいいのか。うお、バカお前。え、何、つぐみのクレープ。は、
いや、なんでもありません。そうですよね。お二人は恋人なんですから。関節キスくらいは平気ですよね。だって恋人なんですから。でしょ。よかったわね、ダーリン。私たち超ラブラブだって。いやさすがは恋人ですよ。お二人とも見事なイチャイチャぶりです。見ているこっちが恥ずかしくてドキドキしすぎて胸が痛いくらいですよ。つぐみ、急ににこやかになったな。うん、なんとかごまかせたみたい。よかったわ。一条楽、お嬢を見なかったか？ん？千棘か？一緒に来たんじゃないのか？それが、また巻かれてしまってな。女子トイレは死角が多いから、必ず私も同行すると言ったのに。お嬢！どこですか？朝から元気だな。